からもう今全部おにぎりなんです私のこの体全部が主人がねって言うんですよ、もうごめんなさいお待たせしてってがんなんですって。でもう何も食べられなくなっちゃったんだけど、お父さん何食べたいって言ったらボンゴのおにぎり食べたいって。やっぱりいろんな思いがあるんでしょうね、うん、だからおにぎりってそんなもんなんですよ、いろんなものが入ってるんです。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kathy Cat and we are here at Bongo, which is a restaurant that specializes in onigiri, yes, rice balls. And you might have seen those in anime and manga before, but here in this restaurant they specialize in it and I think it's one of Japan's best restaurants that offers onigiri. We're going to find out why. There's a lot of stories in this place. Onigiri Bongo was born in 1960, serving onigiri, Japanese rice balls. As you can see, it's like a sushi restaurant, so you can see how the cooks prepare the food right in front of your eyes. They serve nowadays around 1,000 onigiri per day, and their history is almost 60 years long. They've been making, let's add this up, 18,720,000 onigiris, so they would be able to cover all citizens of New York State. Oh, okay, it's the morning now and everyone is preparing for the day and there's already so many, there's so many items right here that I've never seen before and it looks so tasty and it smells so good. So without disturbing them too much, we're gonna go ask a couple of questions.卵を分けてるんですけど、これはね、凍った卵を解凍して黄身だけ取り出してお醤油につけます。毎日300個ぐらい。300個すごい、めちゃくちゃ冷たいですよこれ。Even though they're super busy, I'm allowed in the kitchen, so let's have a look in the kitchen. お邪魔します。There is a machine for it. I have no idea what this is actually for. この機械って何ですか？これはね、お米研ぎ機です。お嫁はんって言うんですよ。お嫁さんの代わりに。So it's hidden behind here, but it says instead of your wife. So it's time to move the rice. Ooh! And this is like the biggest spoon. It's huge!これ釜二つしかない。これずっと朝から夜まで働きまま。おーずっと働いてます。ずっと働いてます。一番働くのはそううちのお釜。一日何キロぐらいですかお米？70キロぐらいです。これ一年間私。あそうですね。お米の種類はどの種類使ってますか？お米はねコシヒカリです。新潟産のコシヒカリ。しかも。だんだん畑って言うんですけど、そこで採れたお米です。棚田米って言います。お客さんが釣りに持ってったら硬くて食べられなかったって、どうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうって、硬くならないお米を探したら新潟のその棚田のお米。なるべくねお米とお米の間に空気がたくさん入るのが美味しいおにぎりなんで、空気がたくさん入るとふわふわでしょ。そしたらあんまり時間経っても硬くならない。おいしさのコツ一つ教えていただきました。そうですね、だからもうお客様がやってほしいことをやっていけば確実に一つずつ上がっていける。お客様の願いでメニュー増やしたことあるんですか？もうほとんどこれだって。最初私が40何年前にお嫁に来た時は20種類ぐらいしかないですもん。でお客様がたらこにマヨネーズ入れてとかツナにネギ入れてとかってそういう意見を聞いてったらこんなになっちゃった。全部そうですよ。メニューは実はみんなで作られたメニューですね。そうですね、本当にお客様作ってくれたメニューですね。 In front of the store you can already see that people are waiting in line and they are willing to wait for hours and even before the shop opens people will already be standing in lineBut this means that Bongo is that one, the very, very special onigiri shop in the world that loads of people come to experience them. And what's interesting is they don't only come for the onigiri. So let's find out what makes Bongo onigiri so special. どうやってみんなが何をやるって決まってやるんですか？前はね、
そんなに忙しくなかった時は、私が一人で朝から仕込みも握るのもレジを閉めるのも全部やってたんですけど、もう今ちょっとだいぶ忙しくなりましたので、やってくれる方がいっぱい、一つ仕事しなきゃならない仕事の量ってあるじゃないですか。この人がここやったらこの人がここやるって、やっぱりみんなのこの連携プレー、みんながなどう動いてるか見ながら仕事をするので、じゃあここ私誰もやってないんだ、私がやる。じゃあもうなんか気持ちで分かるんです。分かります、分かります。流れを読める、人の動きを見て自分が動くという連携プレーがとてもできてる。日本ではあうんの呼吸って言うんですよ。はい、もう言わなくても分かる、あうんの呼吸が出来上がってます。うちは心が張ってますお、働いて楽しいことは？楽しいこと、やはりお客様がおいしいおいしいって言ってくれるのが一番楽しいかな。それでそうするとなんか、お、次もなんかやる気がどんどん出ちゃうな感じですね。じゃあここで働いて一番嬉しいことは？やっぱり考え方とかいろんな変わります。考え方？はい、やっぱり社長のおかげでいろんな教えてくれた。ある意味みんな家族っぽいですね。家族、本当にもう家族ような感覚です。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと聞いてもいいですか？はい。おかみさんってどういう人ですか？おかみさんはもう親分肌ですよ男っぽいですよあ、自分にとっておにぎりって何ですか？おにぎりね、やっぱりもう食事ですよ。美味しい食事です定番みたいな。そうですね。 And this is the protagonist of today's episode. Her name is Yumiko Ukon, and she's the second shop master of Bongo. She's been making 6 million onigiris in her career. In her hands, there are loads of histories. And let's ask her about her onigiri life and what makes her place so special.自己紹介お願いします。大塚ボンゴおにぎり屋のおかみの福井由美子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いしますこのお店の歴史についてちょっと教えてくれますか？はい、主人がもう亡くなりましたけど昭和35年に始めました。もうかれこれ40何年ですねはい、いや私もともと自分が始めた仕事じゃないので、やりたくないなっていう気持ちが多かったんですよね。そうなんですか？はい、はいはい。私途中まではもう主人病気したりとか介護してたんで、お金のためにこのお店仕事してました、ずっと。でも私が60歳の時に主人亡くなった時にお金じゃない仕事に変わることができました。だから私は何ができるんだろうって2年ぐらい迷ったんですよ。でも私は結局おにぎりしかしてきてないんで、おにぎりを伝える以外にもう何にももうできない女なんで、じゃあおにぎりの心とかみんなで一緒に食べる食の楽しさとかを伝えられたらいいなって、お金を稼ぐ時の方が楽です。一生懸命だってもう働けばいいだけの話だから。だからこのボンゴも最初からこんなんじゃなくて、いろんな失敗やってお客さんに育てられて従業員も増えて今があるので、もう相当強いものになってると思いますね。ちょっとぐらいじゃもう壊れない強さになってます。おにぎり作る魅力では？おにぎりを作る魅力、もう私のおにぎりはもう今人生そのものなので、もう今全部おにぎりなんです、私のこの体つくりでボンゴっていうのは主人ドラム叩いてたんですよ。で太鼓っていうのは特に音響くじゃないですかでボンゴっていう名前にして、この世界中に音が響くようにという願いを込めて、私がこのその思いを私が代わりに届けなきゃいけないかなって思うんですよ。この日本だけじゃなくて、おにぎりというものは世界に伝えられたらいいなって今考えてます。おにぎり作ってる時にいつも何考えてますか？あのね、私にとっておにぎりって母なんですよ。母のおにぎりなんです。もう遠足の時日本では梅干しの入ったおにぎりを持っていくのが
おにぎりなんですね。あとは私が家出してきて新潟から東京に帰るときに母がいつも筋子のおにぎりを作ってくれるんですよ。もう涙が出るんですよ。だから私はそれに近いおにぎりを作りたいっていつも、だからナンバーワンになれないんです絶対に。それぞれ皆さん自分の思い出のおにぎりがあるんで、だから絶対ナンバーワンにはなれない。その思いの、私はだからいつもおにぎり作ってるときはその母の気持ちがいつも、ここに母がいつもそういう思いでおにぎり作ってるんです。だからめんどくさいこと考えてないですね。もう本当にもう忙しいんで、お客さんに早くでも出したいって、でもここにいつも母が見てます。食べ物って全てがそうで、たまたまうちはおにぎり屋、いろんなたこ焼きもあればラーメンもあるじゃなくて、食べ物を扱ってるのはたまたま手で、売るのは心なんですよ。あの、美味しく食べてもらいたいとかっていう自分の気持ち、その気持ちを上手に乗せられる人が名人って言うんです。作るのは誰でもできます。そこにいかに自分の思いとか気持ちを乗せられるか、それを上手に伝えられる人が世の中で言う名人です。おにぎりで感動した話ありますか？年配のおばあちゃまがいらっしゃって、電話の注文も混んでたんで2時間とか3時間待っていただいた。で、取りに来てくださいました。主人がねって言うんですよ。もうごめんなさい、お待たせしてって、癌なんですって。でもう何も食べられなくなっちゃったんだけど、お父さん何食べたいって言ったら、ボンボのおにぎり食べたいって。だからもう私ももうその時はたったそれだけの言葉なんですけど、いやー今まで大変なことはあったけど、もうこの一言でもう報われちゃうなって、私の何十年頑張ったなんて頑張ったうちに入らないって、でもよかったって、もうそういう話もたくさんもう本当にいただいてます。あとお子さん5人いらっしゃるお母さん、ヤングママですけど、お母さんのおにぎりおいしくないっていつも子供さんが言うって、どうしたらいいですかって言うから、もうそんなこと何も考えなくていいって。ただみんな強く握っちゃうんですよ。崩しちゃいけないっておにぎりって言うだけあって握っちゃうんですよ。いや握らないでっていう話をしたら、子供さん5人と自分とで全部お茶碗並べてやったんですよ。そしたらその お手紙が、子供がもうママ楽しかったって、もうその時私もやったと思いました。もう私伝えないたいのそこなんですよ。美味しいおにぎりの作り方じゃないんですよ。家族がみんなで美味しいねっていう食事をしていただきたいんですよ。もうだからそんな話はもう数えたらもう山ほど、やっぱりいろんな思いがあるんでしょうね。だからおにぎりってそんなもんなんですよ。いろんなものが入ってるんです。もしかして日本人の心の形がおにぎりの、うん、そうなんですよね。でも形は別に俵でも丸でも三角でも、だからおにぎりによってその人が表現できると、でもやっぱ違いますよ、個性それぞれ。握ってみたいです。せっかくわかりますよ。Okay, now it's my chance to actually try the bongo way to make、onigiri. Onigiri! Let's go! First, let the professional do it, and then I'm going to try and copy it. First, the first thing is to get the food on the table. Okay. Then, the food is not good, so I'm going to get the food on the table. The food is good. Oh! Okay. 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 Okay.握るときに必ず空気を入れなきゃいけないんです。あ、必ず空気を入れます。あ、じゃあもう私今まで間違えてたんですね。で、このぐらいのボールをで、たくさん具が、なんか先にしましょうか。どこから食べても具が出るようにこう広げます。おお、いっぱい入れます。うんうんうん、たっぷりですね。たっぷりですよ。ケチケチしない。うん、でこういうふうに上からかぶせます。そしたら返して、うん、で、お塩すぐ食べるときはここ一つだけね。あ、で、持ち帰りで時間経って食べるときは2本ぐらいです。だから今は例えばすぐ食べるなら1本で、塩をまんべんなく手に入れてのせます。1回、2回、3回ぐらいで大丈夫。それ以上握らない。おうおう、その時もギューじゃなくてちょっと軽く形を整えるぐらいで、ここでもう海苔をつけるだけなんで簡単なんですね。てっぺんがくるよう三角がこういうふうに置いて、もうこうやって海苔をつける。もうすごい簡単なんですよ。でもみんななんかわざと難しくしてるだけで。おうおう、おー、ギュー。
美味しそう。どうじゃ。おお。同じような。もう全然。ここからまず手冷やすからですね。わあ、冷たい。Okay. Hands are cold now.Take out all the water. Make it fluffy. Get some air in there. こんな感じですかね。はい、真ん中に入れて。そしたら穴を開けて。Okay, make a hole. はい、はい。もっともっと。あ、3杯ぐらい。3杯。おお。だって食べてご飯残ったら嫌でしょ。確かに。最後までやっぱり具材そういっぱい入れてください。こんな感じですか。はい。その時にね、ご飯ね、こうやってのせるときにこうやってご飯取るでしょ。ええ。かぶせるときはちょっと平らにしてあげるの。ああ。手にのせて。平らにし て, ちょっと潰して、はい、手乗せていきます。で、綺麗に乗る。お、で、うん、バターン、ペチョ。で、形整えてください。お、そうそうそう。お、せーの。で、塩です、そこで。あ、塩。そこで一個。塩、はい。One.In your hand. なんてなくもんで、はい、乗せます、おにぎり。手に乗せます。一回、角一回、そう。で、回して、はい、二回、三回、もう一回。もうできるでしょ、おにぎり。お、ね、お海苔はザラザラが内側になります。ツルツルさとして、ほい。そしたら、海苔を、おお。でそこまたつまんで、つまんで。そしたらここでちょっとだけここキュッとこうやってあげて、キュッ、キュッ、うん、キュッキュッ向こうに倒します。で、おお。で印をつけます。おお。もうできるじゃないですか。なんか私よりふわふわにできちゃう。いや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 。ただー。ただー。おお、思ったより簡単にできますね。じゃあの人に作るものなんですので監督にどうぞ。ありがとう。So, Onigiri Master Yumiko is making three onigiri combos for my lunch. These are the hands that have made more than 6 million onigiri, guys. Bongo is the only place where you can eat genuine Japanese onigiri like that. ほどっと。きれい。これもきれいですか。おお。これをキャプさん。あ、じゃあ2人で。Okay, here are the legendary onigiri from Bongo. And they come with some hot tea. And if you come and sit inside, you also can get a miso soup with it. And it's free refills on the miso soup too. All right, let's go. Well, this is one of the most popular ones. Tsujiko.ありがとうございます。Oh, there's my miso soup. ありがとうございます。Oh, for the best combo that you can get. So we have some pickles, some hot miso soup, green tea, and then our main, our onigiri here. Wow, bright red. This is Tsujiko. いただきます。There is so much flavor. When you buy onigiri, like in a supermarket or a convenience store, the first bite has no flavor. But here the first bite already has so much flavor. You can already see the filling is kind of bursting out. This onigiri is bursting at its seams. Next one is the raw egg. And now if you watch this video, you know how hard it is to prepare them like this. This is, yeah, it's like a shiny star here. It looks so pretty.
Mm. Oh my god, this is so good. Wow. Okay, Bongo is here. It's Otsuka Station. It is super close to the station, super easy to find, and only a couple of stops away from Ikebukuro Station. But don't forget, you might have to stand in line for a while or reserve in advance if you want to come here. We're very grateful for the opportunity to be able to film here. Thank you, everyone. And I hope you enjoyed this. And don't forget, the heart of Japan is shaped like an onigiri. I'll catch you in the next video here from Tokyo. Don't forget to subscribe. Bye!